外を歩くのもったいないんじゃないかなーか。外を歩くのもったいないんじゃないかなーか。どうも、かばりです。今回紹介するスニーカーはこちらです。エアジョーダン10のリオです。こちらは先日アウトレットに行った時に購入しました。サイズが US13 31cm です。価格が5990円になります。ボックスが、アウトレットで購入したので上の方、切れてる感じです。では早速取り出してみたいと思います。おー黒タグがありまして、めっちゃかっこよくないですか。マジどう。全体がこうグレーのレザーになってまして、終端にエアジョーダン23って刻印っぽくなってます。ヒール部分ストラップがついてまして、超派手で超かわいくないですか。ストードジャンプマンの刺繍がありまして、アウトソールがこんな感じで、これめっちゃかわいいっすよね。このアウトソールのこのレインボー感がマジ鬼道、超かわいくないですか。外を歩くのもったいないんじゃないかなーか。超かわいい。いやマジどう、やばい。インソールにジャンプマンのプリントが入ってまして、でこれのマジ鬼道ポイントは、まあ、それはこの全体がグレーなんですけど、若干ガソリンぶっかけたんじゃないかな。全体がねこう光によって表情が変わる黄金虫色的な風味みたいな。でしかもここはベースがねグレーなんで汚れもにくいのもあって、マジ鬼道だと思います。履き口部分にリオって刺繍が入ってまして、あとね履き口もこうネイビーなので汚れとかも気にしなくていいのかと思います。終端の裏がすごい可愛いスカラフルで、カラード、まあ、もともとねジョーダン10僕履いたことなかったのもそうですし、まあ、昔ねジョーダン10のオリジナルとかをね雑誌で見てた時に、それこそクールとかブーンとかジャックとかジョーダン10のシカゴカラーがあって、それがねすごい高く取引されてて10万とかで多分当時取引されてたんじゃないかな、まあ、それもあって他にもサクラメントカラーとかニックスカラーかなとか、あとシアトル限定カラーとか結構都市シリーズが出てて、その当時店頭で買えたものが白黒水色とか白黒とか、普通にというかまあそれこそ一般の靴屋さんで買えたんですけど、当時そういう都市シリーズは買えなかった。それでね今回こうジョーダン10が発売されてくれて、僕一度もジョーダン10を履いたことなかったんで、まあね、もともとリオのこの色がすごいいいなと思って、まさかのねアウトレットでスーパー安く売ってたんで購入しました。ということでエアジョーダン10リオ紹介させていただきました。以上です。どうー